皆さんこんにちは、蘭ママです。今回は夏に大活躍のあの食材を使った揚げ出しを作っていきましょう。今回の揚げ出しはいかがでしょうか。夏野菜の揚げ出しは人気の副菜でもありますが、夏に大活躍のそうめんも揚げてパリパリ食感を楽しめるいつもと違った揚げ出しです。つるっと食べる冷たい夏のそうめんはとっても美味しいですが、揚げてもよしです。またちょっと浸してしんなりとした食感も美味しいですよ。ぜひ試してみてくださいね。それでは今回もご覧いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。